クタンスは、フランス、ノルマンディ地域圏、マンシュ圏のコミューン。フランス歴史と文化の街に登録されている。コタンタン半島にあり、西岸から12キロメートル内陸に位置する。市街中心部が、ツール川に面した岬部分の上にあり、その最後部に、クタンス聖堂がそそり立つ。都市の地形が似ているため、時に、コタンタンのトレドと呼ばれる。 空襲後のクタンスかつてケルト系のウネリ族の中心地であった。コンスタンティウス・クロルステ時代の298年、コンスタンティナと改名された。パグス・コンスタンティヌスとして知られたコンスタンティナ地方は、後にコタンタンという名へ変化した。866年、バイキング襲来で、町は破壊された。11世紀、ウィリアム征服王の相談役であるジェフリー・ドモーブレー、 が、司教として、クタンスへやってきてから、ようやく新聖堂やキリスト教施設が再建され、生まれ変わった。1204年、フランス王がノルマンディ公国へ侵攻し、聖堂がフランス風に再建された。ユグノー戦争中の1562年、聖堂はユグノーによって略奪にあった。彼らは、司教をアルティウルドコスを捕らえ、ロバノーに手を縛り、 くくりつけたまま市街の外へロバを走らせ、市市をバラバラにした。1569年から、クタンス市教座は、チャンネル諸島を管轄下に置いた。18世紀諸島、市長であるデュアムルは、都市計画に情熱を注ぎ、大通りが中心部を圧迫するのを緩和し、快適な遊歩道を作った。1854年より、クタンス制度はクタンス及び、 アブランシュ司教座の司教座制度となった。第二次世界大戦中の1944年、クタンスは恐ろしい空爆に遭い、300人以上の死者を出した。しかし被害は三道ほどひどくなかったため、三道に代わって数年間県庁所在地となった。ありがとうございます。